長崎市で開かれた中尾美希杯長崎市水上選手権大会。小学生から一般までおよそ400人が計34種目に出場し、日頃の練習の成果を披露しました。会場に姿を見せたのは、自身の名前が大会名になった長崎市出身のスイマー、中尾美希さん。現在愛知県在住の中尾さん、この日はおよそ3年ぶりの凱旋です。ただいま、はい、まさか自分の名前をが乗るような試合ができるとまず思ってもなかったし、もう光栄に思うし、伸びしろがたくさんあるっていうふうに思うので、なんかすごい期待するばかりです。世界につながるようなチャンスが訪れてくると思うので、そのチャンスを作ってほしいなっていうふうに思います。そのメダリストの目の前で新記録を出したのは、魚田長崎所属の中学生4人、男子 4×100m フリーリレーに登場しました。第一泳者の桜ヶ原中2年、橘が 100m を57秒台の好タイムで泳ぎ流れを作ると、同じく桜ヶ原中2年、第二泳者の大原、第三泳者の西大村中3年岩本が共に58秒台でつなぎます。アンカーは諫早高校附属中3年エースの鳥越。チームでただ一人56秒台で泳ぎ抜き、タイムは3分49秒69。高校生には及びませんでしたが、見事県中学新記録樹立です。嬉しいです。前半がいつも遅いので前半から行くようにしました。一緒に泳いでくれた3人にと、あとこのタイムに挑戦させてくれたコーチに感謝しています。まだ時間はあるので、もっとタイムを更新したいと思います。ちょっと歩いてもいいですか。ブラボー。女子 50m 自由形は、去年9月の栃木国体に出場した2人が火花を散らしました。青のキャップは去年7月の県中層体背泳ぎで2冠を達成した緑ヶ丘中3年淵上真奈。黒のキャップは去年の県高層体で自由形2冠の九州文化学園高校2年榎並蘭。淵上が第3レーン、榎並が第4レーン。スタートで飛び出したのは黒のキャップ榎並。中学生の淵上は中盤から追い上げます。しかし前半のリードを守り抜いた榎並が1位、淵上は2位、ともに自己ベスト更新となるハイレベルな戦いは榎並が制しました。0.01 ベストでベストを出すことができて、とても嬉しかったです。スーって速くてやばい、追いつかないとって思って泳いでたらベストが出たので、とても嬉しかったです。一緒に切磋琢磨し合える仲間だと思っているので、とてもいい存在だと思っています。自己ベスト出したぞ。男子 200m 自由形で力を発揮したのは、長与中3年の白根俊太。年上の高校生選手たちがひしめく中、最後まで先頭を譲らず、中学生が堂々の1位に輝きました。高校生は、まあ、1回でもインターハイに行ってみたいなと思います。女子 200m 個人メドレーで素晴らしい泳ぎを見せたのは、菊池小6年の小田愛瑠。自己ベスト更新となる2分36秒24で中高生に混じって2位に入り、この大会で最も活躍した小学生に与えられる中尾美希杯を獲得しました。小学生ぐらいからずっとトップに立っている人なので、すごい憧れです。全国のトップに立てるような選手になりたいです。